1923年頃、国家社会主義ドイツ労働者等の集会が行われているビュルガーブロイケラーの風景1939年11月9日、爆破事件に翌朝のビュルガーブロイケラー、ビュルガーブロイケラー跡地にあるゲオルクエルザーを記念する名盤、ビュルガーブロイケラーはドイツのミュンヘンにあった大きなビアホールの名称。1885年に、 ビール醸造会社のビュルマーリヒエスブラウハウスが開店させた大規模ビアホールの一つだったが、1920年にレーベンブロイが同社を合併した後はレーベンブロイが経営していた。ミュンヘンのハイトハウゼン地区のローゼンハイマー通り、現在のガスタエク文化センターとホテルシティ、ヒルトンの中間くらいにあった。ホール内は1830人が収容できる規模で、 レストランとしてだけでなく、集会場としても機能し、バイマル共和世紀には、様々な勢力の政治集会の場となった。特に1920年から1923年にかけて、国家社会主義ドイツ労働者等がこのビアホールを、党の演説会や、集会の会場に利用していたことで知られる。また1923年11月8日に、 バイエルン州総督グスタフ・ホンカールの演説会が行われていた際にアドルフ・ヒトラーらが乱入し、クーデター未遂事件、ミュンヘン一起を起こした場所としても知られる。1925年2月27日、解散を命じられていたナチスは、再決闘集会をビュルガー・ブロイケラーで開き、ヒトラーは、党の敵に対する容赦ない攻撃を訴えた。1933年に、 ナチスが政権を掌握すると、ヒトラーは、毎年11月8日に、ビュルガーブロイケラーを訪れ、当時の一期の参加者らを前に、ミュンヘン一期記念の演説をするのが恒例となった。1939年、労働者であったゲオルクエルザーは、1ヶ月以上をかけて、ホール内のレンガの柱に穴を開け、ミュンヘン一期記念日に演説中のヒトラーを暗殺するために、次元爆弾を仕掛けた。 1939年11月8日の午後9時20分、演説会中のビュルガー・ブロイ・ケラーデコの爆弾が爆発し、死者7人と負傷者63人を出す被害が出た。しかし、ヒトラー本人は、ベルリンでの第二次世界大戦情勢に関する会議に、出席するため予定より早く演説を切り上げ、会場を後にしたところであり、無傷で済んだ。エルザーは、 同日夜にスイス国境で逮捕され、消したポによる尋問、拷問のために自白供述させられた。その後ダッハウ強制収容所など各地の収容所に収監され、1945年4月にダッハウで処刑されている。この暗殺未遂事件でビュルガーブロイケラーの建物自体が大きな損害を受け、結局その後営業は再開されなかった。 ヒトラーは1940年以後、ミュンヘン一期記念演説の場所を、市内の別のビアホールであるレーベンブロイケラーに移した。ビュルガーブロイケラーは、第二次世界大戦終了までは、食料庫となり、戦後は、占領軍であるアメリカ陸軍の食堂となった。1958年には、再度大レストラン圏集会場として開業し、音響の良さから、 ミュンヘンフィルの録音スタジオ代わりに使用されたこともある。1979年に新しいビルを建てるために解体された。今日ではビュルガーブロイケラーの跡地にはエルザーを記念する名盤が残っている。ありがとうございます。